ンネルスタート。どうしたんですか、ちょっと胸元出してエロいじゃないですか。エロい、エロいね。着たい服を着てるだけなんだけどね。本当ですか。はい、なんか体売るんですか。よくないよ、胸元開いてたら体売るんでしょっていうの。よくないと思う。普通によくないと思う。それ体売るんですか、やっぱり。いやいや、いや、今日お知らせがありました。はい、幸か不幸か、はい、我々2人でお金を借りられました。拍手なのかな、これね。あれですよ、やばいっすよ、10月末までには返さなきゃいけないです。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ではないけど。これです。いくらでしょう。この厚みは10だね。よくわかりました、ね。数えてください。3、4、5、6、8、9。なんかすごいね、ごめん全然関係ないんですけど、この診察と休察のこの差すごいよね。ね、この絵のタッチ感の変わり具合というね。そしてもう2、4、6、7枚診察ですからね、うんうん、この間診察出たばっかなのにね。なのでこんなに出回るんだね。回収率まで 100%、 この10万返さなきゃいけないんで。そうだよね。でプラスかなになればいいってことだもんね。そうです。プラスになったら月収できるってことですもんね。これでちょっと9月乗り越えましょう。はい、もうそっか、もう8月終わりか。いやいや、感謝ないんすか。ありがとう。いやいや、なんかそんな当たり前のようにその胸元にお金持っていくとちょっとエロいですよ。あ、出た出た出た。いや、あ、早かった。全然挟まらんかった。ひどいね。サンキューベリーマッチョ。ひどいね、うん。じゃあカスタマースケアをやりますよ。私はですね、三連複軸一等流し、9から3、4、6、8。あ、割と硬いところに500円ずつ、3000円。あ、結構使ったね、あなた、うん、あの当たればガミラン。私が買った時のオッズだったらね。でも今見たら3番とか結構10点何倍とかでいいなって思って、うん、ここ来たらちょい穴になるなとか思って入れてたけど、最終6点何倍とかになってた今見たら。だからちょっとどうだろうって感じだけど。3000円使ったんですね。3000円使いました。10万円のうち。はい、私は1200円使いました。はい。9がさ、圧倒的一番人気、55バースで。うん、でも今見たら最後 2.0 倍になってたね。ね、うん。で今日ね、ある方が誕生日だったんで、はい、その方って惜しいんですよ。はい、その方と競馬とかやったりすると、うん、競艇やったりすると転覆したりする人なんで。うん、なのでその子の持ってなさにかけて2着ってこと。本当に持ってなかったら来ないから。うん、確かに。うん、で4、6、8、1着か3着。うんうんうん、で一番人気が2着。なるほど。またそのゴーゴーバースで牝馬なんでね。そうですね、これまたいいんじゃない。またちょっと現実的ですよね、その2着になるっていうところがね。そうそうそう。で雨降ってるし、ちょっとワンチャンあれんじゃねえかなっていう。まあまだ2歳なんでね、何がどう転ぶかは分かんないですよね。そう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 。でもまあ拮抗してる人気どころ3、4、6、8、9っていうのは、まあどれが来てもおかしくないのかなっていうのは見てて思いましたけどね。6がね、一戦しか走ってなくて、チュッカね、チュッカ、うん、状態、芝の状態、ダートの状態が悪い時に勝ってるんですよ。あ、なるほど、良さそう。4と6が、うん、個人的には結構3と8が好きでしたけどね。スター金沢、戦国武将、はい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 、2頭が好きでしたけど。そうですか。じゃあもうこれで4200円。4200円、やばいね。もう95,800円です、これ外したら2人。その計算しないとですね。やばいっすよ、ね、もう出しとかないといけないですよ、残り金額つってね。てかこんだけ固く買ってて当たんないと大問題なんですけど。いや本当に結構本当に荒れたりしちゃったりしたら、うん、他のが入ってきちゃったりしてね。あ、焦るな、それはそれで。さあ枠入りが順調に進んでいっておりますね。1400か、ちょっ
ちょっと今外雨の音聞こえてきたんでね、うん、降り出した感じもありますよね。台風ですもんね、世の中ね。台風来てるんですもんね。さあスター金沢意外と来てくれたりして、でも私なんだかんだ955バスで軸で買ってるから、飛んだら困るもんな。3着内に入ってくれんとね。スタート。早かったね今入ってから。ロック遅れた。ロック遅れたね。え、でも結構全部後ろから行ってるよ。3もそうだし、 9が行ったね、やっぱり。うん、3もそうだし4もそうだし8、うん、8はいいとこにいるね。うん、うわ、4、5、6、3、4、6が遅れてるでしょ。うん、うんうん、これ圧倒的やっぱ9かな。うん、でも3と4の走ってる感じ良さそうだけどね。8が戦国武将だよね。うんうんうん。あ、でもなんかすごいちょっとずつ差があるね。うわー、これ全然差あるね。これはあれ9だね。まあ9と8は決定だと思うんだけど、3着に何が来るかだな、これ当たるのと思いませんか。うわー、もう圧倒的だわこれ。圧倒的だわ。2着なんか来ねえわ9。あ、でも頑張って8追っかけてるじゃん。うん、これね、8が追っかけてて頑張っててペース崩れて3着以下になるってパターンをやめてほしい。確かに。 10?10 きた。10はちょっと予想してないよ私、困るよ。あ、10だこれ。6番人気。うん、え、9落ちたよ。あ、10よ。あ、10だ。10だ。マジか。18、9。うわー、うわぁ、うわぁ、めちゃくちゃ美味しかったんじゃない。うそぉ、うそ、うわ、611倍。マジ。うそ。6番人気 43.4 倍、単勝。10じゃん。10か。バテたんだね9。バテたね。だ、最後8に抜かれとったからね。うん、うん、うわうわ、あ、これはもう、これはもう、もう、もう、なんか、どうしようもないわ。10は1ミリも見てなかったと思いませんか。うん、見てない。うん、そうだね、全然8だね、9じゃなくて。ねえ、で、4か。4、7、6なんて来へんやん。ほんとだね、はい、お疲れ様でした。風俗嬢みたいな潜在写真。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。